中央大学コンビ、中央大学指定コンビ。うん、おいしいこれ。カット、カット。何や、いただきます。はい、やってやってください。今年からお世話になっております、水田ひかるです。お願いします。以上です。やっぱうどんには梨が合うっすね。自分はカフェオレでブラックの、ブラックのほぼ牛乳生糖なんで、うん、お疲れ様でした。毎日チャンプする松本さんなりそうっすね。うわ冷たい。採点しまっていいですか。ちゃんこ、はい、いただきます。いただきます。うわ、ワンクッション、ツークッション、あ、熱くて、あ、熱い詰まってます。すごい肉、つくね、すごい詰まってて、ヤクルトの選手で誰みたいな。ヤクルトの選手で言うと誰ですか。吉村さんの前腕ぐらい詰まってる、詰まってますね。すごいやん、すごい肉感です。すごい吉村さんの面白いこと。そう、いや、これハセ言ってる。今からちゃんこ食べたいと思います。まあ、まず豆腐からちょっと固めなんですけど、出汁が染みてて美味しいです。一番面白い、一番面白い。今から唐揚げ食べます。濃いっす。大きいや、何でもうまいっす。ちゃんと挨拶しなきゃダメですよ、ファンの皆さん。はい、新人挨拶ってやつ。マジだ、めちゃくちゃ焼けて帰る。え、そうそう。だからみんなやってんの。ヤクルトスワローズの鈴木亮です。体重増やしてます。いつまで食ってんだよ、早く食えよお前。じゃあ鈴木トレーナーとちょっと食事を改善していこう。あの、辛いやつとお肉とネギが美味しい。顔NG です。はい、ちょっと NG なんで。緑やったんですよ。緑から食べるんで。無理や俺。めちゃめちゃうまい。戻していけ。多いな。もう見えてる、見えてる。無じゃないよ。お腹が言ってるんすか。めっちゃくせえわ。牛乳飲んでくる。あ、すごいな。え？これうまいのかな。みんなあったかいんで、温かいというか受け入れてくれる感じがすごいあるんで、すごいなんですか、やりやすいですし、自分を出しやすいなっていう感じが、まあ僕も2軍にいる時間はあったんで、すごい仲良くというか、ある意味こう可愛がってもらってた後輩たちもいるんで、はい、すごい今も、まあ、1軍もそうですけど、まあ、この2軍にいるメンバーもすごい喋りやすいですし、まあ、一緒にプレーして楽しいなと思います。あれですか、まあ岩田さんとか、いや僕も岩田さんの活躍すごい刺激になって、お互いこうなんていうんですか、一軍の時はどっちが多くヒット打てるかみたいな感じ、いつも、可愛がってくれてありがとう。来年も、一緒にヤクルト盛り上げれるように頑張っていきましょう。また、よろしくお願いします。
ガジー本当にやめてくれ。去年もあのやらされました食レポ。本当にこっち来てください。こっち来て。いやそうだったら俺も食レポしなあかんくなるやん。一緒に喋りましょうよ。すぐ、あれですか、はい、すぐですね。僕は福岡出身ですし、僕が住んでたところ、隣にやんで、まあ、いろいろ話聞いてたんで、もう高校時代からやっぱ有名だったんで、あの増田だと思いました。いや、やっぱピッチャーの声かけとかも、すごい丁寧ですし、すごいピッチャーを引っ張っていってるなっていう。すごいこう相手の隙を常に狙ってるっていう、キャッチャーとして素晴らしいなっていう、肩強いんで、そこはすごい魅力的だなっていう、自分にないものを持ってるなっていうのが、はい、ナイスな絵なんで、すごい可愛がってもらって、はい、ありがたいです。絶対思ってないんで大丈夫。いやいや、本当にやっぱ一番元気づるしってどこですかね。いつもベンチではもうすっごいいいビッグボイス出してるんで、はい、それはチーム盛り上がるなって感じですね。ベンチに今日いるって思ったらすっごいベンチうるさいですね。いい声出すんで、たまにバッター打席立つ前にパッて振り向かれてるっすからね。Thank you.
並木やな、並木選手やな。一番早いな。優しかったな。ダメだ。去年フェニックスに来た時に、すごい優しかったんで、やっぱ選手と近くて、で我々も本当大分県に住んでてなかなか神宮の方にも足運べないので、もうむしろこっちの方が楽しみだったりとか。頑張ってください。頑張れ。近いですね、距離が。選手との距離が近くてすごい、なんかなんだろう、こう応援したいなっていう雰囲気に並木選手に、はい、サインもらいました。写真も撮って並木さん応援してます、頑張って増田選手、いっぱい増田を見たいのでホームラン打ってください。今日初めて。今日初めて来る。お前足にそんな重り巻いたことしたことないけど。お前ってお前、何こと言うのお前。お前が早く帰るって見たことないだけだ。言語密着やってるからさ、言語密着なんで何言えばいいんだよ。フォローはすごいまっすぐなんですけど、投げるまっすぐはちょっとまだまだまっすぐじゃないので、フォローよりもまっすぐにしていきたいなと私の課題です。いやー、やりきった。あー、バギバギバギ。お疲れ様でした。久しぶりの2安打です。0067、俺早い組、早い組3列目です。これ、俺を筆頭に。キレイさん、これ楽しいホームで走れない。最後前の首抜いた。マジやばい。
疲れ様でした。よいしょ。お疲れ様です。よいしょ。さよなら。よいしょ。楽しんでいただけましたか。また、来年優勝できるように、このオフシーズン、しっかりと鍛えていきます。また来年も河原のご声援よろしくお願いします。ちなみに使ってる香水これなんで、これもう入ってないんですけど、昨日の続き、これは清水さんからもらいました。それだけです。どうも。